チで痛い。ちょっとコロナに逃げたが。ちょっと待った。口元どすぐるね。そんな。ちょっとなんかいいの持たれてる。マジ。うん、ついてる今ここに。ちょっとお茶わさびちょっと口洗ってくる。血でも出てる。アップルパイなんか大嫌いだ。え、じゃあもう一個食べていいかい。いいよ。いいよ。アップルパイは好物だ。どっから出たんだっけね。フランスとかそこら辺。あれ。これはまずかったか。まあいいや。取り去るともうすぐ。どこら辺だっけ。何が。こういうパイって。パイって。いや生まれたのがフランスとかそっち系だっけね。ああこのパイの話ね。うん、知らないな。まあ、美味しいものだと思って日本に伝わってきたものなら、まあ日本に伝わってきたものでいいと思うんだ。うん。今も美味しく食べさせてもらってますと祖国にこれで産んだ。言っとけばいいんだ多分。うん、まあもちろん心を込めてだけど。しかしこんなに確実にまだ音が入っているところでこののんびりアップルパイ食いながら操作するとかいうすごいよくやるわけのわからんことをやっていいのだろうか。もしゃもしゃなってるだけで気にしなくていい。顔を洗ったら鼻水が次出てきたけど。さっきから汚ねんだよお前。口やら鼻やらよ。夏風とね、なんか未知の病気と俺は戦ってるから。ちょっと俺ブリービングファイルでパシろうかなとか思ってるんですよ。よし、やるぞ。アマンダのやつ、ちょっとこう。あ、まあそうだ。あのバラクか。入り組んでいる見通しが悪いでしょうか。潜入には好都合だ。大丈夫かもしれないけど、手が。あ、まあそうだ。曲がり角で敵と鉢合わせなんてことも。あ、気をつける。屋根の上に登れば見通しは良くなるけど、当然見つかりやすくなるし。隠れる場所もあまりない。登るなら短時間にとどめて手際よく地形を偵察するのよ。実質スネギクーツならしゃがんで大丈夫だし。遠距離射撃向けの武装は備えていない。地形のせいでしょうね。スナイパーライフルを持っていくと優位に立てるかも。食べかけのパン食べる人。わかった考えよう。わかった考えようっていうか、考えようって言ってるのに持ってかない俺とかいるよね。ただね、ここ面白い兵士が一人いるんだよ。そうだ、それを見るためにスナイパーを持っていこう。ん？居眠りしてる兵士がいる。マジ？は？面白いよマジ。それは頭を容赦なく撃っていいってことなのかな。殺しちゃダメだけど、別に容赦なく撃ってもいい。それに一発撃ってヘルメットとか、ヘルメットついてないけど、うってなってもまた寝始めるからね。周りになければ。ヘルメットが取れなければ取れ、いや取れないか。とにかく眠らなきゃ、普通に眠らなきゃ、ね、じゃ2眠りしてるだけ。なんかさ、説明ができない。はっきりして。悪いね。ごちゃごちゃ、眠らなきゃ、なんか、なんか言うてるか。元に話ベタだからさ。口ベタ？うん。なんかごちゃごちゃ、なんか何回も言うからさ、混乱してくんだけど。あー、こんなに早くなわけでよ。うんうん、だから実況って結構俺にとっては苦手な科目の一つ。なんだって、そうなのか、君にそんなことやらせる、うん、君によ。いや、ただ、こうやってネットに触れ合えることは俺はいいなって思う。アンダルシアンの調子はどうだ。悪くない、もう20歳は過ぎてる老婆のはずだが。彼女の馬だからな。ああ、魂が乗り移ったようだ。本体とママルポットがアセンブルされる場所は採掘場に偽装した地下基地のはずだ。おそらくすでに本体と AI は到着し最終実験の準備に入っている。本体の破壊は難しい。接近してママルポットの破壊を試みるんだ。何としても僕のピースウォーカーに核を撃たせないでくれ。お願いだスネーク、急いでくれ。あ、見るじゃん。俺極力さ、そういうのは避けたいからさ。俺極
剣道行きやらなんやら書かれてるよ。マジで。まあ実際だけどさ、でも今やってないからね。それはやっちゃった。やってないのにやっちゃった。腕若干落ちてる、うん、ただね、夜遅くたまに振ったりはするよ。これどういうあれやりゃいいの？居眠り兵士と見るやろ。本気ちょっと見たいな。市内を振る快感を忘れねえ。ここから見れるはずなんだ。どこで寝てんの？そこ。どこどこ？こいつ。寝てるんだよ、そこで。おお、すげえ、すごいっしょ。だからこいつ別にね、あの周りのこの辺とか言ってもね、多分ね、あの起きて警戒回避フェーズにならないはず。すげえな。そうそう、見るほら、目で肉眼で見ると全然見えない。これ。本当だ。てかさ、立って寝てんの？しゃがんでるんだよね、多分。立ってたらすげえわ。ほら、一応しゃがんでるっぽいよね、多分。立ってんじゃん。立ってる、これ。これ立ってる。あ、ちなみに立ち寝はまずいよ。麻酔銃打ち込んで、麻酔銃打ち込んで寝かせると倒れる。ただこの柱から落ちたりすることはない。ちょっと残念。よっしゃ、せっかくだからそこはあのバットマンみたいなの黒を打ってさ、ギャッ、せっかくだしヘルメットを打ち込んでみれば。おう、へい。ほら寝よじゃん。また寝たよ。ほら、あ、立ったと思ったら動いてまたすぐ寝始めた。クソ懲りねえやつさ。最後の時期、ほら、はい、死亡。死亡だ、死亡だ。足が貫通してみる。ほら、以上。じゃあ行こうぜ。じゃあ行こう。行くと思った。マジだよ。あ、そうだ、これで思い出した。今回アサシンスローボックスもらっていくか。てかさっきほんとすげえ日間違いした。そうだな、せっかくだから。にょってなんだよ。今歌ったことに関しては気にしないで。だからちょっとテンション上がってるんですか。あ、例えばこれまた無意識にそういったメーター使ったらいいのかな。別にいいでしょ。これすっごいずるいからね。アイテムは生かそう。ない方がストーリーは楽しめる。アイテムは生かそうぜ。どこいんのお前。え、あと屋根の上。俺的にアイテムとかさ、その兵士特有のスキルとか生かした方がいいと思う。終わり、終わり。わらの中に針が入ってたら面白いな。わらの中に最悪。飼育して取り入れるもんだ、取り入れるもんだ。あー、ダメだったか。おい、お前、わらと針が合わさって終わり。よし、ネガティブ、ありがとう。ネガティブ、そう、ネガティブ。どういうこと？応援を出さないと。これバレてるからいいんだけど、飼育してできる。いや、走っちゃったのは不覚だった。その藁の中に針が入ってたら面白いの。ゲームオーバー。ピーザシャンみたいな。俺これなんだ。あ、うん、全然いける、全然いける。それは何、仲間もいけるしね。そう、そこで、ね、そことか屋根の上とか全然結構ないから。うわ、いるし。あ、そう、そこにだけいるよ、一体だけ。で、そこから動かないか、そいつら。そこでこれ、脱ぎ終わるだけどさ、何もないよ。これって、なんか寝てくれるかな、狙ったら。寝てくれるでしょ。ん？脱ぎわらって言った？これ脱ぎわらだよ、ルフィ。まあ、そういうことね。やっぱピースウォーカーはさ、ザコキャラもさ、とりあえず下手ではないよね、そんなに。ね。スキャリー、まあ、別にそんなに大丈夫だ。ズドルも下手だ。今のは。たださ、オプスの、そのザコキャラのさ、声優、へったくそでさ、それで
敵がいるとかさ、敵を見失ったとか言われるとめっちゃなんかさ、ムカつくっていうか棒読みだもん、ほぼ個人的にはそんな思わなかったで、下手演技を打つとか言ってショットガンがいかなんでも あそこまでさ、感情込めたいのびっくりやハンドを持ってるやん。だって本来敵に見つけたら さっきからすごい兵士が警戒してますけど、何をやってるのでしょうか。何でもないです。あ、そうですか。普段砲ちょっと投げちゃっただけ。からないですね。うん、からごめん。くれた。どうした。だって本来さ、敵を見つけたらさ、もっと焦るじゃん。それをさ、オプスのやつがさ、全然焦った感じないんだもん。まあそんだけ戦場慣れしてるってことない。そこがなんか微妙だったんだよね。もう屋根のやつ寝たよ。ああ、うん、でしょうね。ただぶっ飛ばす、いや、吹っ飛ばされて、うん、あの苦しむさ、声上げるじゃん。それはうまかった苦しんでる声はよかった。出たよ出たよなんか飛んできたよ、俺の目線飛んできたんだけど、俺の目線で何がうわーってやった、今日そしたら倒れてるはずなの、いきなり飛んできて倒れてる。あれ、もはや俺倒れてないもはや俺倒れてない、倒れても何でもない、ただグハーッつっただけなぜ次、敵兵殲滅だから確か4人でいけると思うんだ、つまり3人だけど、いった力加減間違えた。もしながら別に音出ても大丈夫だよ、今回は。もう、もともとバレッパの状態だから。もしながらじゃ、あの音出ないようにする方法ある？あるよ。あれやっちゃうとね、メタギアが面白くなくなるかもしんない。ランク上げるの？そう、ランク5がね、あれつくよ、サプレッサーつく。やマジ、MSF 開始の策でしょ、絶対に。もうみんながそれ待ちに待って湧いたんだけど、そんだけそんなのあっていいのかっていうツッコミもある。ただフルオートだったらなおさらいいんだけどね。まあ音的に無理らしいんだけどさ。フルオートね、うん、フルだったらなおさら、フルだったら謎。あれ、ごめん、はい、俺の間違いだった。2人しかいけない。じゃあ俺が引けば。でも翔さんやると大変なこと。ミサイル撃ってもいいのっていう話をしてたけど、大丈夫、できるだけ殺さないから。できるだけ。今の部分は次の動画に出てくるから、それまでに復習しておくように。うー、その言葉も怖いよ。あれ来ないな。本当だ、ネイキッドで行こうか。ちょっと待って、通信にしてる？してるはずだけど。あ、来た。うん、じゃあ俺同じの普通にやってるわどうしよっかな、ネイキッドにしよっかな。バトルだとなんか移動速度がいまいちだからな。カズヒラで、あ、でもな、戦闘のアイテムなんか聞こえたな。カズヒラ、カズヒラ、じゃあ CQC でいく。じゃあ、CQC で頑張ってください。ただ切れたらやるかもしんない。できるだけ切らさないよ、俺が頑張るよじゃあ俺、単身で挑みます。単身でね。いやー、俺これ一人でやった時はもう全員皆殺しだったかな。何体ぐらいで、まだなのはレベルが上げたいが良いに使う。これ何体ぐらいで、20体ぐらいじゃなかったっけ。そんなもんでしょ。またそれ以上だよ。やべ、アサートライフルにショットガン付きのやつとミサイル2つ、まさに殺すだけの武器じゃないか。だから CQC でいこうかなって